はい、格闘タクニュース、ゾウの雑白です。今回は平本蓮雷神45大晦日対戦相手決定、まさかの朝倉未来の〇〇についてです。なんと朝倉のみっくんの1年チャレンジ失敗の西谷大失敗が平本蓮くんの対戦相手について言及してました。やっぱヤーマン、噂のあいつやるのかみたいなものをストーリーに上げていたのです。ということはもう噂通り平本蓮くん VS ヤーマンが行われるのではないでしょうか。というのもこのストーリーを作ることで平本蓮 VS 朝倉未来というマネーファイトができるからです。我らの土色サメ肌ナポリタンマチフよりハワイアンデブの嘘泣き土下座に聞くこと、朝倉未来はおそらく復帰戦でヤーマと戦ってヤーマに勝って汚名を挽回したいと思っていると思います。ただ雷神側としてはまあ最初から勝敗が分かっているような MMA マッチをしても面白くないので、できれば我らの色白持ち肌ポメラリアンより可愛い平本蓮君と戦わせたいと思います。そのストーリー作りとして一番最適なのがヤーマン VS 平本蓮です。朝倉未来を77秒の秒殺系利用したヤーマンピーマンテマン VS 平本蓮君をやり、平本蓮君が勝つことによって朝倉未来に勝ったヤーマンテーマンピーマンに勝った平本蓮 VS 朝倉未来というストーリーが作れるからです。しかも朝倉未来は今まで俺は連敗したことないからムフーと言ってましたが、今回キラモフに負けで、まさかまさかの射程のヤーマンに負けてしまったので2連敗してしまいました。次の相手には絶対負けれません。ということはクレベル小池や我らの遅咲き裏番長金原正則選手や男真島選手と戦うわけにはいきません。そうなってくるとやはりヤーマンピーマンテマンやオスカラ千尋こと鈴木千尋や平本蓮君が訴状に上がってきます。でもオスカラ千尋ですと負ける可能性があるので、一番やりたいのはヤーマンだったはずです。ただこのヤーマンを平本蓮君が食べることによって平本蓮 VS 朝倉未来が成立するので、雷神側榊原さんとしてはかなり組みたいのではないでしょうか。売れる上に朝倉未来のストーリーも作れる。しかも平本蓮君としては本当はパッキャオとボクシングルールでやる予定でしたが、亡くなってしまったという噂です。でリングで戦うので、リングはまだやっぱりちょっと苦手としている部分があるのですが、ヤーマンであれば同じストライカーで MMA の経験であれば平本蓮君の方が一歩二歩上手です。ですので実現の可能性が高いと思います。でファイトスタイルは似てるのですが、今までの経験は全く逆の二人です。ヤーマンはピーマン手番として19歳からキックボクシングを始め、で体の強さ、打たれ強さ、そして思い切り良さで勝ってきた選手です。ただキックボクサーとしては原口健人に負けた直樹選手に負けた白鳥大樹にボコボコされるぐらいのレベルとは言えます。トップレベルとは言えません。逆に平本蓮君は小学生の頃からムエタイを始め、中学生の頃はボクシングで日本一になり、高校生の頃は K1 で日本一になり、で10代でゴンナパーゲオという K1 のチャンピオン、その中でも強いチャンピオンをKOで下すなどエリートです。ただ MMA に来て苦戦はしていますが、エリートストライカーと武骨なブサイクジャガイモ顔のピーマンテマンヤーマンとなります。ですのでストライカー同士ですけど、おそらく MMA 戦ではストライキングではやり合わない可能性は高いのではないでしょうか。 MMA の経験で一歩上での平本蓮君が打ち合いの距離になればすぐに四つで組みついて、そのままテイクダウンし、いやまあピーマンテマンが急いで慌てて背中見せながら立ち上がるところで蓮君がバックを取ってバックチョークなどで決めて、そして勝利し、そのリング上で平本蓮君が泣き虫溶けなにき頭痛が治ったら俺と MMA で戦おうぜと言って、来年4月の復帰戦で朝倉未来 VS 平本蓮が実現する可能性は高くなるのではないでしょうか。そしてもちろん平本蓮君にまたまたボコられ KO を負けし、その当日の YouTube でもう記憶がない、ここはどこ、私は誰、世界一有名な YouTuber は誰とかわけのわからないことを言いながら引退作業するでしょう。勝手にしてください。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今ゾウの毎日アザビヒルズ大ご飯というチャンネルを始めましたので、よろしければ概要欄から飛びフォローしてください。日曜日もライブ配信します。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。